俺の名前はマサヤ。結婚して15年になる妻のヨリと、今年中学生になった娘のメキと、3人で暮らしている。しかし俺は、ずっと不満に思っていることがあるのだ。それはユリと、レス状態が続いていること。最近では、近づくことすら嫌がられている気がしていて、俺にはその状態が、とても耐えられなくて、我慢が限界に達した俺は、最後の勇気を振り絞って、ユリを誘ってみたのだが、案の定断られてしまい、ついに俺の心は折れてしまった。だから俺もそれなりの行動に出ることにしたんだ。翌日俺はユリに、来月から生活費として5万円渡すから、それで何とかして。その代わり今日から俺は自分のことは自分でやる。だから、俺のことは気にしなくていいから。だから残りの分は俺が自由に使わせてもらう。今まで貯めておいた貯金はそのままにしておくし、お前も働いているんだから生活はできるよな。と言うとユリは、は？いきなり何言ってるの？わけわかんない。何？昨日のこと怒ってるの？と怒って言い返してきたのだが、俺はスルーして会社に向かった。確かにお金のことを持ち出して脅迫まがいのことをしたことは悪いと思うけれど、それほど俺が切羽詰まっていて悩んでいるということを俺はユリに分かってほしかった。だからこうすればユリにも伝わるだろうと思ったのに、しかしその日の夜も次の日もユリは俺を拒否してきて、そのユリの態度にもうどうでもいいや、と思って、翌朝一言も言葉を発することなく、会社に向かおうとすると、ユリが、ねえ、朝ごはん食べていったら？どうせいつも朝ごはん、まともに食べてないんでしょ？二人分も三人分も、作る手間は変わらないから、とユリが言うので、仕方なく、朝食だけは家で食べることにしたのだが、昼食と、夕食は外食を続けていた。そして翌月の給料日、生活費として5万円渡したユリは、本気だったの？信じられない。と言って怒り、朝食を作ってくれなくなった。それからユリと俺は一切口を聞かなくなり、食事はもちろん、洗濯も自分の分だけ、休日には自分の部屋と、共用部分の掃除だけをする日々が続いた。そんな日々が続いたある日の朝、ユリが、あなた、一体何がしたいの？離婚でもするつもりなわけ？しかも理由がですとか、恥ずかしいと思わないの？だいたい私の友達だって、もう何年も旦那さんとはしてないって言ってたわよ。と言ってきたので俺は、ミキが成人するまでは離婚するつもりはなかったけど、ユリが離婚したいって言うなら、別にそれでも構わないよ。それにこれは俺たちの話だろ。友達がどうとか関係ない。と言って会社に向かった。たとえ離婚することになったとしても、ミキのことは大切だ。離婚することになったとしても、養育費を払えって言われれば、払うつもりだし、もしミキが、俺と暮らすと言うならば、引き取るつもりでいる。でも、あの態度からして、俺の思いがユリに届いているとは思えないし、もうユリとは無理だろうな、と諦めていたら、その日の昼、ユリから、今日、話があるから、早めに帰ってきて、というメールが届いた。ついに、離婚する決意でもしたのかな、と思いながら帰宅すると、ユリが、お帰り、ご飯食べた？食べてないなら、外に行かない？ミキには聞かせたくないの。というので俺は、ユリに言われるがまま、昔よくユリと言っていた、個室のある居酒屋に向かった。食事をしていると、ユリが突然、ねえ、マサヤ、本当のことを言ってほしいんだけど、不倫、してるんでしょ？だからいきなり生活費を減らしたり、
自分のことだけするようになったりしたんだよね。もう私のことはいらなくなった?と言ってきて、俺は驚いた。俺は慌てて、いや、不倫なんてしてないし、これからもするつもりもないよ。なんでそういう話になるの?と言うと、ゆりは、友達に相談したら、絶対旦那さん不倫してるよって、みんなが言うから、本当のこと言ってよ。と言って、俺の話を聞こうとしない。だから俺はゆりにゆっくりと、本当に不倫なんてしてないよ。そんなに言うなら、携帯見せようか。GPS つけてもいいよ。それに、俺を拒否しているのはゆりの方だろう。俺が近くに行くだけで嫌な顔をしていたのはゆりの方じゃないか。と言うと、ゆりは、違う。恥ずかしかっただけなの。そんなつもりじゃなかった。ミキも大きくなってきて、そういうことの意味も理解してきたから、ミキの目の前であなたと手をつないだり、イチャイチャしたりすることが急に恥ずかしくなって。でもマサヤは今まで通り周りの目を気にせずに、そういうことをしてくるでしょ?だからただ恥ずかしかっただけなの。私はずっとマサヤのことが好きよ。死ぬまでマサヤと一緒にいたい。と泣きながら訴えてきて、俺は自分がなんて自己中心的だったんだと恥ずかしくなった。そんなところまで俺は全く考えていなかったのだ。俺がユリに、そっか。ごめん。俺はそんなことまで考えてなかった。と言うとユリは、本当に嫌いなんだったら、ご飯なんて作らないわよ。私がそんなに器用じゃないの。マサヤも知っているでしょ?と言われて、俺は何も言い返すことができなかった。それから俺は一生懸命にユリを慰め、ユリから、私だってあなたとしたいっていう気持ちはあるの。だからあなたも時と場所を考えて、と言われて、俺はうなずくしかなかった。翌日朝起きた時に、もしかして昨日のユリとの話はお金目当ての嘘だったのかも、と頭の中を巡ったのだが、リビングに降りてきた俺に、ユリが、おはよう、あなた、週末何か用事ある?ミキが部活の合宿があるらしいから、久しぶりに二人で出かけない?と言ってきて、俺は、あ、うん、というのが精一杯だった。正直あんまり乗り気ではなかったのだが、珍しくユリが楽しそうに気合の入った洋服と化粧をしているので、俺はなんだかちょっとほっとしたのだ。本当にユリは俺のことが好きだったんだって。その日はショッピングに行って、昔デートで行ったレストランにディナーに行き、その日はホテルに泊まることにして、部屋でゆっくりしていると、なんだか昔に戻ったような気持ちになった。そしてその日、俺たちはやっとレスを解消できたのだった。翌朝、恥ずかしそうにユリが、なんか昔に戻ったみたいで楽しかったね。ミキも大きくなったし、たまにはこうやって二人で出かけたり、旅行に行ったりしようよ。と言ってきて、そのユリの笑顔を見て、俺はいろいろあったけれど、ユリと離婚しなくてよかったと、しみじみ感じたのだった。それからは、今まで通り給料は全額ユリに渡すようにし、たまの週末にはユリとデートをしたり、旅行に行ったりしている。今回のことで俺は、夫婦であってもちゃんと言葉にしないと気持ちが伝わらないんだということを学んだ。なので俺も、これからはきちんとユリにも愛情を伝えて、おじいちゃん、おばあちゃんになるまで、夫婦仲良くやっていきたいと思っています。